冬の自動車の燃費悪化原因と対策冬場に車を運転すると燃費が悪くなると感じている方いらっしゃるんじゃないでしょうかウェザーニュースがこの自動車の燃費の悪化の原因と対策を報じましたので簡単にご紹介いたしますこちら冬場に車を運転しますと北海道では最大でリッター4キロ 全国平均で1対1キロほど燃費が悪化することが確認されております。この原因なんですが、カー用品店のオートバックスによれば、暖房のためのアイドリング、またエンジンのアイドルアップ、こちら、車は気温が低いとエンジンを早く温めるため、回転数を上げるようになっていると、その結果、夏場よりも多くガソリンを消費してしまうと。 また、空気密度の影響があり、温度が下がると空気の密度が高くなり、酸素濃度が上がるため、酸素を使い切るために多くのガソリンが使われてしまうと。また、エアコンの使用でもコンプレッサーが作動するため、電力を必要とし、ガソリンを消費すると。また、スタッドレスタイヤの使用によって、 通常のタイヤよりも設置面積が多くなり抵抗が増し燃費が悪化するとこういった原因に対して対策はアイドリングを控えタイヤの空気圧をチェックしオイルをこま,めこまめに交換するとまた状況に応じてエアコンのボタンのオン・オフを使い分けると車の暖房はエンジンの排熱を利用しているため コンプレッサーを回す必要がないとエアコンをオフにしても大丈夫だとなっているんですが、こちらエアコンは除湿の機能がございますので、冬場にエアコンを切りますと、車内に湿度が溜まって、窓が曇ってしまい、前が見づらくなる可能性がございます。そういった状態で運転してしまいますと、事故の原因となりますので、 しっかりと視界が確保できるように、エアコンはつけていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。